韓国 SK テレコムは1日、ソウルガンファムン広場で開かれた31独立運動から100周年を迎えた記念式典で、5グラムネットワークを通じた正中継を支援したと明らかにした。SK テレコムはこの日の正中継で、白ニョン島と白シカーの住民たちが、万歳参照を叫ぶ姿を、 5グラム画像連結を通じてギワンファムーン広場記念式場に転送した。関係者は、今年トンライブキャスター品質を個高画質に向上し、個人放送プラットフォーム連動を推進しているとし、今年前半期の5グラムスマートフォン国内発売に合わせてアプリケーションのアップグレードを準備していると伝えた。